佐賀県都市伝説。佐賀県には数々の興味深い都市伝説が存在します。その中でも有名なのは、佐賀県の道路に現れる幽霊トラックの話です。多くの人々がこの伝説を信じており、実際にそのトラックを目撃したという証言もあります。伝説によれば、夜間に佐賀県のある道路を走行していると、突然後ろから不気味なトラックが現れ、追いかけてくるというものです。そのトラックはいつまでも消えずに追尾し続けると言われており、恐怖を感じるでしょう。また、佐賀県では、青少年が自殺する駅の都市伝説も広まっています。この伝説によれば、ある特定の駅で青少年が自殺するという悲劇が何度も続いているとされています。そのため、その駅には心霊スポットとしてのイメージがつきまとっており、人々はその駅を避けるようになっています。ただし、この都市伝説は根拠がなく、事実ではないことが確認されています。さらに、佐賀県には赤い顔を持つ幽霊少女の都市伝説もあります。この伝説では、佐賀県で赤い顔を持つ幽霊少女が夜になると現れ、人々を驚かせると言われています。多くの人々が夜になると、その幽霊少女に遭遇すると主張しており、この伝説は地域の間で広まっています。しかし、これも確証された事実ではなく、人々の想像や噂によって広まっていると考えられています。